こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、あなたは母乳育児の終了時どのような感じで終わっていきました？どんな断乳のケア、どんな方法でおっぱいをやめていきましたか？はい、トラブルなくおっぱいを終えていく方法っていうのをよく質問されるんですけど、実はこれおっぱいによって、その子どもの飲みっぷりによって、もう全てのその状況によってトラブルなくおっぱいを終えていく方法っていうのはみんな個人個人違うんですよね。なので一律にみんなこの方法でっていうことではないんですけども、まあいくつかのパターン、おっぱいやめていきたいんだけどどういうふうにやっていったらいいんやろうかっていうところ、はい、いくつか の事例というかね、ママの相談を紹介させてもらって、その一つ一つの人たちにとってどんなふうにやっていくのがベストかっていう、あなたにももしかしたら当てはまるかもしれないので、ちょっとね紹介したいなと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。はい、ではおっぱいのやめ方、トラブルなく終わっていく方法についての、ご相談をね読みますね。昨年6月に第一子を出産、この春保育園に入園しました。5月からフルタイムで仕事復帰を予定しているので断乳しようと思ってるんですが、2月ぐらいに断乳しようと少しずつ授乳回数を減らしてみましたが、白斑ができたり乳腺炎になったりとトラブルに苦しみました。これは2月だからまだ言うて生後6ヶ月ぐらいの時やね。トラブルに苦しみました。助産院に駆け込んだのですが、断乳は乳腺炎白斑を治してからと助産師さんに言われ、一度断乳を諦めました。それから2ヶ月経った今でも1日4回授乳していますが、白斑は取れないですし、授乳から30分も経つとおっぱいがズキズキと痛み始めます。母乳の状態が良くないと断乳するのはやっぱり危険でしょうか？もうタイミングが分かりません。よかったら教えてください、ということです。これね、例えばこのママがもう赤ちゃんの月齢が1歳を超えてたら、多分おっぱいやめていく断乳ちょっとやってみようと思ってもここまでトラブル起きないんですね。というのはもうおっぱいがいい感じに軌道に乗り切ってるからなんです。だけどこのママさんが断乳を開始しようと思ったのが、まだ赤ちゃん生まれて6月まで7、8、9、10、11、12、1、2、8ヶ月か、生後8ヶ月ぐらいの時の断乳結構やったんでね、まだおっぱいは、まあ、軌道には乗ってるけど、やっぱ1歳超えてからのおっぱいとはやっぱ違うんですよ。まだ乳児期だから、その母体としてはまだこの赤ちゃんをまだおっぱいで育てなきゃいけないですよねっていう段階だから、母体はやめるって言うと、え、待って、ちょっと早くない、え、待って、え、適応してできひんけどついていかない、どうしたらいいのみたいな、母体の方が混乱してるね。これ1歳とか1歳半ぐらいになるとやめますわってママが決めても、おっぱいの方も、あ、ですよね、まだ続けて飲ませてるからまだ作るんかなと思ってたけど、もう産後1年以上経ってるから、あ、ですよね、やめます、 OK です、じゃあそれに適応してこっちも合わせながらおっぱいの量減らしていきますね、じゃあ一緒に行きましょう、はい、ゴーみたいな。そこのやっぱ適応力が母体の方の赤ちゃんの月齢によってやっぱ違うんですよね。ほぼほぼ看護とかでやってる乳児期1歳未満の時っていうのはやっぱりこうトラブル起きやすい、そういう意味ではね、母体の方が混乱してしまうからですよ。なので結構まだ飲んでいる赤ちゃんがまだ1歳未満である、でもいろんな状況でやめないといけないっていう時はやっぱこう自己流でやるとこういうトラブル発生してくることになると思うのでね、まあ、ちょっとね通う労力とかお金もかかったりするんだけど、でもやっぱ安全におっぱいを終えていくためにはやっぱり1歳未満の場合には助産院とかに通って、母乳外来に通いながらね、ちゃんとケアを受けながら、ちゃんとこう指導を受けながらね、あなたのおっぱいは何日に1回絞りましょうとか、このぐらい絞りましょうとか、こういう方法で絞りましょうとか、そういうそのおっぱいによって違うのでね、3日間何もせずに3日目に絞りましょうの人もいれば、あなたはちょっと1週間ぐらいこのまま放置しましょうかっていう場合もあったり、でもまだまだものすごい出てる人はそんな放置したらえらいことになるからダメだ、1日1回だけちょっとおにぎりで絞、おにぎり絞りね、ギュッギュッ、これをほんのちょっとだけやってとか、2分だけやってとかね、いろいろやっぱおっぱいによって指導も変わってくるのでね、なのでそういうパターンの時
時はやっぱしちゃんと助産院に通ってそこで教えてもらいながら断乳した方がいいかなとは思います。でトラブル起きてる時の断乳はどうなんっていうとこなんですけど、やっぱね私もね大阪でバブバブで やってた頃にね、やっぱね乳腺炎とかね白斑を頻発してるママってねメンタルがもう落ちるんですよ。もう泣きながらおっぱいやめたいって訴えてくる人いっぱいいました。でその パターンっていうのはもちろんやっぱりおっぱいがベストの状態でやめた方が安全ではあると思うけど、そのトラブルが起きた状態やったりいろいろしこりが残ってたり残乳が残った状態で無理に断乳したら、じゃあその残ったおっぱいが癌になるんですかみたいな、それはなりません。それは全く関係ないんですけどね。ただやっぱり母体にその、おっぱいホルモンをこう止めていって女性ホルモンを優位に立たせるとか、そういう微妙な体の働きをしているところっていうところで考えると、やっぱり順調な時にやめる方がベストではあるとは思います、助産師としてはね。ただママたちのこの気持ちメンタルっていうところを考えたら、このトラブル頻発している状態での母乳育児ってものすごくしんどいです。私も経験あるけど、もう何やってんやろってなるしね、もう無理ってなるし、全部無理ってなってくるしね。って考えると、そのママのやっぱメンタルとか体力面っていうのも考慮してあげないといけないから、私は結構大阪でバブバブやってた時にはもうママがいっぱいいっぱいやな、これもうやめた方がええなって判断したら、めっちゃトラブル起きててもこのまま断乳行こうっていう風に断乳決行してましたね。その代わり私におっぱい任せてなって、ちゃんと通ってきてなっていうのは言いましたけどもね。なのでトラブル起きてる時にやめたらあかんかって、その後なんかこの日常生活になんか支障をきたすかって、そんなことはないと思います、うん、ただベストは順調な時の方がいいけどもっていうことやね。なのでもうこのトラブル起きてる時に断乳のケアやってくれる助産院もいっぱいあるんでね、治ってからじゃないと無理っていう助産院なんであれば、ちょっと違うところを当たってみるっていうのも一つありなんかなとは思いますね。もう一ついきますね、保育園を入園を機に授乳回数を減らしているのですが、出産後に2回の乳腺炎、乳頭にも白斑ができやすく、授乳回数を減らすとまたトラブルになっちゃうのではないかと不安です。おっぱいトラブルを起こさずに卒乳できるポイントを教えてほしいです、うん、マシュマロで肌と心に優しさを、保育園入園だから、まあ、1歳なのかなとは思うでちょっとわからないですけどもね、保育園行き始めたらおのずと昼間は授乳ができなくなりますよね。で最初のうちやっぱり春のでね、職場で、まあ、お昼休みとかに1回ちょっとだけ絞ります。ちょっとだけ、もうちょっと絞りたいなで止めます。ガンガンに絞っちゃって、あ、なくなったまで絞ったら、母体があれ子供保育園ですよね、あれでも飲む人いる感じ、あ、じゃあ作りますねって、なくなった分をまだ補充しようとするから母体は。なので母体にあれあんな飲む人いませんよね、こんな作っても無駄ですよね、ちょっとじゃあ減らしますねって母体にそういうことを察知してもらいたいからね、張ってきてるのに全く絞らへんかったら乳腺のリスクになるから、もう微妙なニュアンスなんですよ。ちょっとだけ絞って、もうちょっと絞りたいけどこの辺でやめておこうっていうのをやってもらうのが一番かなと思いますね。昼休みに絞ってたのが言ってるうちに、あれ昼まだそ柔らかい、うん、ちょっと硬くなってきてるけどまだいけるかなみたいな感じになってきて、それが12時にパンパンやったのが1時までも強いになって、2時までも強いになって、3時までも強いになって、4時5時どん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 伸びていくんですよね。だからこのちょっと絞るっていうのを少しずつ時間をこうずらしていく、だけど職場で働きながらね10分搾乳に時間をくださいって、そんなわけにいかないので、本当にトイレ行ってきますで、トイレの中で1分絞るで十分なんですよ。はい、1分のトイレ、はい、それぐらいでいいので、張ってきてもまだいけそうやないやったらもう絞らんでいいんですよ。だからそれもその保育園行かし出して、それまでの子供の伸びっぷりによってね、同じ1歳0ヶ月であってもママのおっぱいの分泌量はみんな全然違うんでね、ガンガン飲んでる子のおっぱいはやっぱり1歳になってもむっちゃ出てるし、飲んでるけど子供はもうおしゃぶり代わりやねんっていうおっぱいやったら同じ1歳で授乳中であってもそこまで張らないですし、で子供の飲みっぷりによってもやっぱこの何時ぐらいにどれぐらい絞るかってやっぱ変わってくると思うので、まだいけそうやったらあんまり触らないことで、ちょっと絞っといた方、これほっといたら乳腺怖そうやなっていう感じやったらちょっとだけ絞る、でも怖いからガンガン絞るってやっちゃったらいつまでたってもおっぱいはもっと作らなきゃいけないですよねってなっちゃうから、いつまでたってもトラブル頻発で断乳できないってことになってきますので、そこはねちょっとこう加減難しいですけどね、自分のおっぱいどうっていうのをね相談してみてほしいなとは思いますね。夕方帰ってから
からそこから次の日の朝まではがっつりおっぱいあげてもいいかなと思います。で朝になって最後飲ませてからまた昼間はちょっと絞るか絞らへんかみたいな感じで徐々にこう伸ばしていく感じで、私も、1歳過ぎてからまたガンガンに飲んでた子がいたんですけど、昼間も保育園行って私も仕事行ってたんですけど、さすがにね午後の3時ぐらいになったらツーンっておっぱい やばいなこれって感じになってくるんですよ。ちょっと痛いな、早く帰って飲ましたいなって感じになってくるんですよね、うん、だけどもう1歳超えてるからまあそんなガンガン絞らへんかったらトラブルになる感じでもなくて、夕方帰ってパッと飲ましたらもうスッと楽になる感じだったんですよね。でも3時過ぎたらじわーってくる。で、あ、このまま放置してるとこう服に滲んでくるわけですよなんで、ね、ママさんとこう会話しながらね、仕事しながらね、そうですよね、確かにそれはうーん一理ありなんですけど、ね、うんですよねとか言って、なんでさりげなくこうやってグッておっぱいを手でこうグッて押さえながらね、これでね押さえてそうやねとか言いながら、これ実はこれ押さえてるんですねこうツーンってきた時グッてこう押さえて、ほんならツーンとくると落ち着いたらもうこれ外してもう大丈夫なんですよ。そんなんでしのいでた時期がありましたね、子供が1歳の時期そそこまでしながら母乳育児をやってたね、私もね、はい、なので徐々に絞る時間を伸ばしていく、で最後は夕方まで持つおっぱいに仕向けていくっていうことが重要で、で夕方からその他はがっつり伸ばしてもらってもいいかなと思いますね。はい、次はですね、2歳になったばかりの娘です。2ヶ月前に断乳しました。断乳後のおっぱいのケアの仕方が合ってるか分かりません。今のやり方としてはおっぱいが張ってたり苦しいなと感じたら乳頭を触らないようにして搾乳するということをしています。だんだんとおっぱいが張ること、苦しいと感じる頻度が少なくなってきています。ほらね、これね、お風呂の後やふとした時におっぱいパッドに結構母乳を吸った状態の時がここ1週間ほど続いていて、母乳がこんなに出ていることに気づかなかったのですが、搾乳する頻度としては最近は 2,3 日に1回絞っています。このままだんだんと母乳が出なくなるまで待てばいいでしょうか。どのぐらいで母乳が出なくなりますか。うんね、こうやって絞る頻度を少しずつ減らしてちょっとずつこう張るのがマシになっていくんですよね、うん、ただママの体調やったり食べたものやったり気温やったり運動とかそういうことでうわっとこう作られちゃって、あれこんなに出たみたいなことはやっぱあります。そうしながらちょっとずつフェードアウトしていくからね、苦しくなかったらおっぱいが大丈夫そうやったらあんまり積極的には絞らないように頻度をこう伸ばしていきましょう。もう断乳完了してね半年経ってもね、久しぶりにどうやろうと思ってギュッてやったら、ね、またじわって出るんですね。はい、なんか変なもん出てきたとかなるんですけど、これ別に全然断乳ちゃんとやったからって言って、ま、ピタッとおっぱいが出なくなるわけではないのでね、ちょっと黄色いなんじゃこれみたいな、なんかネバっとしたやつ出てきたみたいな出てくることあるんですけど、それはそれで放置しててもらっても何も害はないですからね。はい、そんなもんだと思います。はい、で 2,3 日に1回まあ絞ってるってことやけど、これを徐々に減らしていって、うん、もうでも1週間ぐらいちょっと放置しても良さそうな感じかなっていう気はするけどもね。そんな感じでいきましょう。次の人、卒乳の方法、乳腺にならない方法、夜通し寝るようになった時の母乳の管理が知りたいです。朝起きたら夜通し寝てくれって、朝起きたらおっぱいパンパンに張っててどうすんのこれっていう状態やったらちょっとだけ絞るわけですよ。さっきの質問であったけど、乳頭を刺激しない方法で絞ってるって言ってたよね。はい、あれがミソですね。こうやってね、こうやって絞っちゃうと、これは赤ちゃんが飲むペースと同じペースになっちゃうので、母体が反応しちゃうんですね。あ、作らなきゃみたいな。じゃなくて、乳頭をなるべく触らないようにして、おにぎりを握るような感じで、周りからぐーっと圧迫をかけて、ポタポタポタ、もしくはピューって出していく方法。うん、これが一番断乳の時の絞り方としてはベストかなと。乳頭を触らないということですよね。え、でもね、さこさん、これやっても全く出ないんです。出ないんやったらね、絞る必要ないんちゃうっていうことですよね。はい、であとは断乳卒乳に方向に向けてこう乳腺にならへんようにやっていく過程としては、アレルギーがない人限定になるんですけど、葛根湯、風邪薬の葛根湯、はい、漢方ですけども、あれをね内服して予防的に朝昼晩食前です。漢方だから。はい、葛根湯っていうのはここに溜まってきた母乳にしようとする血液をカシーンって止めてしまうから結局乳腺になるわけですよ。炎症が起きてくるんだけど、ここに溜まってきた血液を子供が飲んでいなくても止めないでずっ
と動かしておきましょう。ゆっくりゆっくり回しておきましょう。動いて止まったら死ぬよみたいな動かしましょうみたいなね、円滑にぐるぐるこうゆっくり回しといてくれるっていうような血流を阻害しない、止めないっていう、そんな役割があるんですね。なのでこれから断乳卒乳していこうかな、でもトラブルが怖いなっていう場合は、今トラブルが起きていなかったとしても朝昼晩食前に葛根湯を内服しておくと、この乳腺炎を防いでくれるっていう効果がありますので、そんなこともやってみてもらうといいのかなと思います。はい、ということで、まあ結局ね、十人十色でね、みんなおっぱいの状況って違うし、子供の飲みっぷりも違うし、分泌量だって違うし、何もかもが全員一緒ではないので、トラブルが起きないような断乳卒乳の方法っていうのも個人個人でみんな違うから、一概に これがいいよとは言えないですけどもね、まあ、今ちょっといくつかの事例を紹介させてもらったので、どこが自分に合うかなみたいなのをちょっと自分で考えながら、参考にしてもらいながら、断乳卒乳に向けてトラブルないように進めていってもらうといいのかなと思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄、またはこちらのリンクからどうぞ。